どうも皆さん、はじめまして、高知県の、西の方にあります四万十市西土佐から来ました大崎と言います。よろしくお願いします。私たちは東北に支援をしようということで、この写真はですね、仙台市の隣にあります、名取市というところの、活動の様子です。名取で写真の後方にですね、木の建物が建っているんですけれども、名取市の閖上というところが、赤貝漁日本一というところだったんですけれども、津波で船はじめいろいろな建物すべて流されてですね、で自分たちにできること何かないかということで、いろいろと現地の方とお話意見交換させてもらう中で、漁具を保管する漁具倉庫を届けようということで、昨年1年間活動してきました。活動の始まる前にですね、高知県というところ、四万十市ですが、ひょっとこの中で四万十市といえば、実はこの夏にですね、あるもので日本一になったんですけれども、ひょっとご存知だったりとか、前の方ちょっとふふふということで、うちのこと早くスライドショーを入りなさいというそういう感じますけれども、ですね、夏に41度の記録をして日本で一番暑い街になったという、西土佐の川崎というところから来ました。改めましてよろしくお願いします。活動時代は2011年から活動が始まるんですけれども、まず2011年の3月にその震災が起こって、自分たちにまずもう何かできることはないのかという話を仲間内でしてました。そうして CM の中でですね、いろいろとニュースで見る中では行政であったりとかいろんなこの専門職を持たれた方で復興の支援されているということで、自分たちこう何かやることがこうどうなんだろうという議論になったんですけれども、まずこう何やるかやらないかは別としてとにかく行ってみようということで、行こうという話になりました。しかしこうただ行くと言ってもですね、そのじゃあどこにという、いつどうやってという話に なりまして、そういった中でいろいろと話をしている中で、実は高知県は与謝罪祭りという、この見たことおられないことある方はおられるかもしれませんが、与謝罪祭りが、高知県発祥といいますかあります。で、毎年10月に仙台市で道の与謝罪という与謝罪祭りがありまして、その時に合わせて行こうということで行ったというのがきっかけでした。で実はここには理由はですね、東北を元気にというところがあったんですけれども、自分たち一番その行くにあたってその大事にしようといったところがあったのが、先ほど の三好、広島の三好 の方の説明とすぐ似てるんですけれども、自分たちもその中山間地域で、過疎の高齢化率がですね、集落によっても 50% を突破しているという集落があります。そういった中で当然若いメンバーも少なくてですね、で少なくて過労していても何かやってみようというふうに思っても、そのネットワークがなかったりとか何かやるにしてもノウハウがなかったりといったところが現状としてありました。でまた最近では地域おこし協力隊であるとかですね、外部の若い方が入ってはくるんですけれども、なかなかその、高知の特に山の方なので、この地元のおんちゃんたちがですね、おもちゃんなかなかまたなかなか馴染めないとかですね、あったりとかいうところもあったり、何よりもその一緒にその協力隊の人が悪いというわけではないんですけれども、活動してて地元の若いメンバーもそうなんですが、自分なりに感じるのが、その自分たちでその考えてですね、その決めて行動すると、そういったその、地域 その当事者主体性を持った個人であったりその団体が少ないんじゃないかなと、そういったところがすごい日々、悶々としてました。そういった中でですね、ただその当事者意識とかその主体性というのはよく地域の若い者頑張れやというところがあるんですけれども、なかなかその発揮する機会がですね、弱いというのが自分なりにその感じるところで、であればその自分たちで考え、その決めて行動するノウハウと、ネットワークを作ろうじゃないかと、動く中でいろいろな方にお世話になったり、またご迷惑をかけたりする中で、その人と人と その関係といいますか、その配慮だったりとかですね、そういったところを実感するんじゃないかなということで、なんていうんですか、このいう機会を考えていたところでした。幸いといえば大変語弊があるんですけど、そういった中でその大変語弊があるんですが、そのこういったその震災が起こってですね、遠くに行くと、そういった中でその遠くに行くということだけでもですね、
何かやってみようということにまたつながり、また自分たち そのメンバーがこちら、ちょっと見づらいんですが高知県の県の地図になっているんですけれども、幅広いその各地のメンバーがですねつながると、そういったこの機会をですねきっかけに地域 その当事者、その主体性を生み出そうといったところが自分たちの一番 その狙いでありました。まあ、具体的には地元に、まあ、お祭りが復活するであるとか、また組織としてその青年団が復活すると、そういったところが活動を通じてできたというのが大きかったところです。はい、で活動の紹介なんですが、2011年とにかく東北に行ってみようというのがありました。でその中で、まあ、行って、たまたま、名取市の閖上地区というところを地元の方ご縁いただきまして、ご紹介いただきました。メンバーが地元 その漁師さんとそのやり取りする中で、船とか建物はその行政であったり国が、まあ、面倒を見てくれると、ただその日々 その漁をするにあたって大きなその漁具をですね、保管する一つあたり大体1隻あたり 100kg かかるものもあるというふうにお聞きしたんですけれども、そういったものがその保管する納屋がですね、なくなって困っちゅうということで、それであれば、まあ、自分たちにもできるし、またやりがいもあるのではないかなということで、活動を開始したのが2012年でした。で活動する中で、まあ、1棟あたり、最初ですね、漁師さんが30名いるという、2名で1セット2名1組で漁をされているというのが、その赤貝漁の形になっているんですが、であれば15頭というところがあったんですが、まず1頭建てようということで、計画しました。で、先ほどのオープニングの写真にあったその1頭あたり大体輸送費込みでですね100万円ほど、かかったんですけれども、まあ、そういったところ その漁倉庫 その建設資金を県内各地 のイベントであったりとか、そういったところにこう出展する中で、捻出をしようということで、まあ、活動去年1年間、まあ、活動してきました。でおかげさまで、まあ、街頭募金であったりとか、またご寄付またいただきながら合わせて100万円110万円ほど集まりまして、去年の、9月に、この閖上のところで、完成を立てました。でその後地元の市長さんはじめですね、町の方と一緒にお祝いしたというのはこちらの写真になっています。でそこまでが去年の2012年の活動で、2013年その今後の活動なんですけれども、一言で、まあ去年までが、復興その支援ということで、まあ、お届けするというところだったんですけれども、まあ、この活動を通じて地元 その名取市の漁協の皆さん、また市役所の皆さん、あと地元 その仮設住宅の方にもお邪魔させていただいて、地域 のお母さんたちとかですね、お父さんたち、そういった皆さんと そのご縁ができて、今後はその支援、その漁草を届けるというその支援プラスですね、そういったところ その名取と高知 のご縁から その応援であったり、その交流ということをやっていこう、やっていけないだろうかということを、お話を聞いてに今なっています。で私たちもちょうどその毎年10月にもともと そのきっかけになりました、みちのくよさこい祭りというのが毎年10月に、開催されます。まあ、その時に合わせて高知からですね1台やバスをこう出しまして、大勢で現地をお邪魔して、毎年これからもその交流をしながら、その時々そのできるその支援であったりとか復興ということを応援という、そういった形をまた考えていきたいというふうに思います。それでは、最後になるんですけれども、まあ、少しですね活動の様子をですね100分の1件近くでなかなかお話しするとだけどなかなかあれですので、スライドショーをですね少しご覧いただいて、自分たち の活動の様子と、まあ、元気なその高知の若者のですね様子を少し感じ取っていただいて、自分の特殊な発表を終了したいというふうに思います。